皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はピーターのアニメ紹介っていうシリーズで、これはたくさんのアニメの1話だけを見るっていうシリーズなんですけれども、今回はですね、白眉とみこちの1話を見ていきたいと思うんですけど、このアニメって何だろうか、結構前から勧めは受けているんですけれども、それで実は用意してたんですよね、いつか。しかし見る機会見つからなくて、今はちょうどいいかなと思ったので見たいと思っておりました。ではでは皆さん見ていきましょうか。白眉とみこち、レッツゴー。 Tiny Little Life in the Woods。 あ、これ今英語になってるか。ちょっと待って、あ、オーディオは日本語。 OK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 。 いやいやいや、大丈夫です。ただクレジットとかは全部英語です。ジェネラルアニメーションディレクターとか。とりあえずは非常に綺麗。絵は非常に綺麗。なかなか印象的ですね、これは。手書き感が結構ある。あなたがみこちなら、この人は白眉かな。あんたも運ぶの手伝いなさいよ、白眉。腹減って無理だな。おい、この人も、おい、全然頑張ってくれないじゃん、白眉。めっちゃ重そうなキャビネット背負ってんな、みこち。Tiny Little Life in the Woods っていうアニメらしいねんな、英語では。こいつらものすごいちっちゃいってわけか。なるほどね。それ人参か。でかっ。おい、気持ちわかるな。でかすぎるもの買ってしまったらどうするの。おー、わっちゃった。大丈夫か。ごめんね。この二人何？夫婦？それもともと来客用だったし、今度は白眉用のマグカップ買わないとね。この人来客じゃなくて一緒に住んでるっていう。お、だ、なんか号外バッタ。マイドアリーかわいい。なんだい、夕焼けトンビってなんだよ。これが大ニュースか。かわいいんだけど。あ、それはニュースになるな。じゃあ、おいおいおい、あいつの夢は叶ったのか。捕まう？おいおいおい。お前お腹空いてんじゃなかったんかい？騒がしいやつやわ。デレ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 。タンスのことはまた後で。草を切ってる。だったら重いものを持ってあげや。白眉。あ、この二人、二人とも女性か。うん、道作りしてたよ、さっきも。うん、飛べ。けたか。なんか動きを聞こえたぞ。おい、危なっ。え、友達作ったんかい。ええよってなんだよ。ここはいきなりカブトムシ的な存在乗っていっちゃうんや。
食べながら。いや、快適快適。なあ、みこち。こいつらはなんで乗してくれんだろう。使いたいな。絶対ダメ。なんだ、虫は苦手か。てか乗ってるぞ。なるほどね。もう10年ほど前になるかしら。故郷で私、鳥を飼っていたの。ほうほうほう。ほんでどうなしたんや。って名前の白い鳥。夕焼けトンビか。白い鳥だってば。ね、赤くないとあかんやろ。とは言っても毎朝餌をあげてただけだけどね。うん。ほんでほんで。私の作ったミネストローネが大好きだったわ。くちばしを真っ赤にして。かわいいじゃん。ほんでなんか嫌なことがあったのか。いつしか全く顔を見せなくなったの。毎日待ってたのに。なんだ、振られたのか。いやいやいや、なんか結構大変なことはあったでしょ。物足りなかったの？鍋いっぱい。だったら結構欲張りやな、あの鳥さん。さーて、とっ捕まえる作戦。うまくいくのだろうか。ありがとな。ありがとう。こいつら暇か？じゃあねー。そうなの？食べるのかしら。本当に花粉が夕焼けトンビなんじゃないか。食いすぎで赤くなっちまったんだ。トマトが頑丈すぎて食えへんとか。なんか可愛いんだけど。お、待って。それ人が住んでるの？町？よし、小人町？人間住んでるかな、この世界に。ピーナッツ。カバンの中身ってそれだったんだ。ピーナッツ。一個のピーナッツ。なんか可愛いんだけど。わざわざ一個のピーナッツ。ねえ、ハクメ。ん？来ないね。ね、楽しかったよね。一緒に来ような。ミネストローネまだある？あと一杯分あるわよ。おう、後ろ。はい、どうぞ。おい、お前の、お前の通りじゃねえか。クソでかくなっとるじゃん。これが欲しかったのよ。飛ばされた。飛ばされたけど乗してくれてんだ。おい、最高じゃねえか。お前飼ってたのがこの夕焼けトンビじゃないですか。まあ本当は白いみたいやけど。おい、じゃあお二人の幸せっていうの。夕焼けトンビって名前の由来、夕焼けの茜を浴びて赤く色を帯びるからなんだと。だから真っ白な朝日を浴びたら白いんだ。こいつだった、私が飼ってたの。キャウイカフ、カフ。落ちたらどうすんだよ。お、自分たちのお家じゃないですか。あの家に下ろしてくれ。
ここに住んでるよ、カフ。ありがとな、カフ。お友達できた。ミネストローネ作るわよ。カフはたくさん食べるんだから、鍋10杯は作らなきゃ。おい、超かわいいじゃん。いいんじゃねえか、カフ。ああ、食った食ったになるか。これは幸せ人生を送れそうやな。いってらっしゃい。え、タンスってどこからもらうんだろうか。お金とか持ってないでしょ。おい、なんかいるんだけど、下に。なんか虫、おったんやけど。はい。エピソード1、これにて終わりましたので、エピソード2は始まりますみたいな感じだよね。なんか、ワンストーリーで区切り取ってる。お、でっか！タイ、でかっ！あ、本当に第2話始まった。戦火の市場やって、しかも猫とかネズミの店やっとるわ。なるほどね。で、自分の友達だろ。小骨っていうところだ。まだ開店前だぞ、ミコチ。今日は連れも一緒か。ハクメイだ。よろしく。いい声優さん。よろしく。今回も仕入れかい？結構好き、この声優の声。嬉しいこと言ってくれるね。ハクメイはどうだい？この街は気に入ったかい？絶対この声優はよく男性の声やってるよね。ミコチにホラガイ買ってもらったし、これから私の新しいマグカップも探すんだ。買い物ばっかりだな。じゃあせっかくだから珍味でも出してやろうかね。うわ、ありがとうよ。タコやん。スダコだよ。スダコか。冷やした爆酒だね。確かに酒が欲しくなるの。お前ら酒飲んでんのかよ。やっぱり練習だろ。練習食うか。こいつら練習作る技術があんのかよ。ちょっと無視されてる。はい。財布なくしたっぽい。おーい。少しは取り乱したいよ。超落ち着いてるね。仕入れに来て財布をなくすなんて間抜けすぎるわ。これなんだこれ。なんだこれ、なんでこれ、悪名一切気にしてないわよ。たまには観光気分で街中探し回ってみたらどうだい。これは？ありがとうよ、マスター。優しいマスター。ありがとうマスター。あ、これ知ってる、サイフォンだろ。たまにミコチがほろ酔いで帰ってくるのはあそこが原因か。まあね。猫たちマジ可愛いんだけど、どうしたらいいんだい。ミコ、あら、風船丸さん、今日は仕入れかい？財布なくしたんだよ。え、そりゃ大変だ。ちょっと待ってろ。ありがとう。なんかまずかった。こいつがめんどくさい人。これは新商品の干物だ。食って元気出し。ありがとう。またまた来てくれよ。ありがとう。いや、お前
疲れてんな。お前なんでそんなに疲れてんだよ。嫁にクソもらってんな。なんか物どんどん増えていってるんだけど、持って帰れるのか。裏路地というと生草道の脇か西ブロックの地下街か。白明はどういうところに行ってみたい？弁当食いたい。この声優してるよね、みこちの。次の行き先を決めたわ。また私のお気に入り。あー、この声優超してるのに出てこやん。これ本当に財布探しになってんのお前ら。とりあえず交番行ったら。積み木が低い頃の中央広場跡地よ。差し込む光で切り取られたみたいだ。積み木って言ってるんだけど、土木？待ってました。築地、築地の。おーしっ、うまそう。うっそー、おいしそう。絶対これ築地の話やんな。ねえ、あれ迷子。え、任せろ。おー、楽しみやな。どういうお話なのか。あの、みこち、欲しくなるから。この手触りはヒロムため。朝が30ほど入ってるかしら。無意味な気がするぞ、みこち。ごめん、私布だけはダメなの。まあ、金がないと生殺しだわな。ちょっと待てよ。やっぱりあった。お、500円玉。これで買えないか、そのヒロムタメンとかいうの。高そうじゃけど。気持ちは嬉しいけど、1着分です。なるほどね。こいつは普通に円使ってやな。セーブさんの綿花のみを使った細糸を職人が編み上げた最高級品でね。昔洋裁のアルバイトをしてた時、社長から1着分もらったことがあるの。その記事はどうしたんだ。裁縫技術不足で縫い地はだらけで、憧れの記事であり因縁の記事なのよ。なんかすごい大げさやな。じゃあまずは記事になれないとな。バーゲンの700円のやつあげてもね。なんだい。おばさん困ってる？これでよし。スカーフいいの？土産物だけどな。案内の礼だと思ってくれ。ありがとう。500円でここまでいいよね。ヒロムタ風の麺50、朝50ね。嫌な特技だな。困るな。これやったら触ってようわからんわ。セリって言うんだ、オークションが。赤面丸さん、顔が赤いから赤面丸さんか。美味しいけど、山椒はもう少し粗挽きの方がいいかしら。なるほどね。ちょちょ、この人の意見とか超高く買われてるな。どう、なんでこんなにすごい人。感がやばいか。でもみこち使える人やな。
あれタイだよ。金時？そうなの？金時代。だ、なんだろう。俺も金時的な名前聞いたことあるけど、違う、金目鯛の話を考えてる。なんか音聞こえるぞ。誰か歌ってんの？それでみんな歌うんや。楽しい。なんかほのぼのしいストーリーやな、これ。歌うまい、この人。それ届いた。モーリーって言うの？これ投げるやつ。わからん。だけど素敵な一日でしたね。え？財布なくなったら結構困るぜ。てかあったんかい。私の財布拾ってからずっと預かってたんです。ありがとう。なかなか捕まらなくて飲み同行に置いちゃった。だよな、帰ろうか。な、どうしても買いに行きたいものがあるんだけど。何？小骨。さっきのところね。超作ってるやん。もらったもん。ありがとう。待って。豪気な酒盛りだ。いや、もう気になるこの女の人の。マスターの声。鋼の錬金術師って聞いた？なんか変えたのかい？ちょっと待って。超聞くよね。もう気になる。これ、次はこれについてくれ。あ、自分のマークもらったやん。いいワンカップじゃないか。だろ？ミコちゃんと同じ模様で色違い。もう、私のマークとごっちゃになりそうね。ならないよ。色が違うんだ。なんか幸せやな。プイタラ。どうしたらこんな可愛いストーリーができるのか。いいですよ。思った以上に結構これ好きかもしれない。でもストーリーがずっと流れてんだよね。現在は廃墟となっている中央小場。ああ、早いな。でもとりあえず。Envisioned by the three as they talk nonsense。英語も書いてるからね。今俺が見てるもの。重ねればいくらでも立てられるよねって話した。それによってあそこは作られた？あ、もうちゃんと読んでないから。ストーリーがちょっとわからへんけど。うん。革命とみこち。素敵な物語を送ってんな。あ、そう、キュー。皆様ご視聴ありがとうございました。革命とみこちはなんて可愛らしいストーリー。考えもなかったんだよ。こんなんなんてわからなかったです。いやー、気になりますね。皆さん、コメント、いいねの数とかをいろいろ見て、皆さんの温度をどうか教えてください。
示してください。そしてこれからもピーターの動画をごひいきにご覧いただければと思っておりますので、 Until next time, bye bye! おおきに。